山口久美子、あだ名はヤンクミ、よろしくね。あのサンディーを受けますんですから、それなりの覚悟はしてらっしゃるんでしょうし。覚悟、尾形大和と風間蓮、あの二人は1年の時も2年の時も別のクラスで、いわゆる番長だったんです。俺と対話のあるつもりか。ああ、いい加減にしやがれ。そんなに喧嘩がやりてんならな、あたしが言ってんだってやるから、表へ出ろ。ね、昨日は止めなかったじゃねえか。なんで今日止めんだよ。喧嘩ってのは、そんな仲間や本当に大切なものを守るためにやるもんなの。なんでお前あんなに強いんだよ。そりゃ大事なもん守りたいからだ。気づいたら走ってた、気づいたら一緒にいた、それが仲間なんだよ。話しつけられる相手じゃねえな。やっとお前らが全員一つになってここまで頑張ってきたんじゃねえか。こんなことで潰されてたまるかい。これで終わりだと思うなよ。